アウダーチェ級駆逐艦は、イタリア海軍で運用されていたミサイル駆逐艦の、艦級。第二次世界大戦後のイタリア海軍は、1950から51年計画によって、インペトオーソ級を建造し、駆逐艦の国産を再開した。以後の新造駆逐艦はいずれもターターシステム搭載のミサイル駆逐艦となり、 まず1956から57年度及び1958から59年度では、インペクオーソ9を元にした、インパビド92隻が建造された。その後、1957から58年度で、アンドレアドーリア92隻、1959から60年度で、ビットリオベネドとヘリコプター巡洋艦の整備が進展したことから、 1966から67年度計画では、その後栄養として、インパビド級の拡大改良型2隻が盛り込まれた。これが本級である。上記の通り、もともとはインパビド級の拡大改良型として計画されたものの、満載排水量にして700トン、全長にして9.4メートル大型化し、また線形は中央線路型から、 平ら板型に変更されるなど、外見上の類似点は少ない。また本級では、相応に居住性にも意が払われた。現、ユラ装置として、フィンスタビライザーも装備されている。艦型の拡大に伴って、機関出力は7万3000に強化された。ボイラーは、インパビド級と同じく、フォスターホイーラー式、蒸気製常も圧力 43kg フォース。 平方センチメートル、温度摂取450度が踏襲された。電源出力は 5200kW が確保された。本級では、戦闘システムの中核として、セイド読クマイナスに戦術情報処理装置を搭載した。これは、インパビド級駆逐艦の1975年の改修の際に搭載されたものの同系機であり、また1980年代末の近代化改修で、 主電子計算機を2機に増備するなどの機能強化が図られた。この際に武器管制システムもマーク13モッド5に更新された。レーダーとしては3次元式の案 SPS-52 と2次元式の案 SPS-40 が予定されていたが実際には案 SPS-40 の代わりに1番艦では案 SPS-12、2番艦は 国産の MM-SPS-768 を搭載して、巡航し、後に一番艦も、ラン n 3 l に換装した。また1980年代末の近代化改修で、近距離戦闘用のダルド E システムが搭載されたのに伴い、そのための目標補足レーダーとして、MM-SPS-774 が追加された。ソナーとしては、アメリカ製。 マルチモードソナーであるクエイマイナス610をハルドームに収容して搭載した。防空艦として最重要の武器システムがターターシステムである。マーク74ミサイル射撃式装置2機とマーク13単装ミサイル発射機1機という基本構成はインパビド級と同様だが、本級では当初からスタンダード MR 艦隊防空ミサイルの運用に対応した。 艦砲も充実が図られ、新開発の54口径 127mm 単装速射砲2機を監視艦板には、背を意識に配したほか、中部ー艦板両元に62口径 76mm 単装速射砲計4機が設置された。これらは、MM-SPG-70 下機管制レーダー3機を備えたが -10 射撃式装置の完成を受けていた。 また1980年代末の近代化改修で2番砲は撤去され代わりにアルバトロス股間防空ミサイルシステムの8連装ミサイル発射機が搭載されたほか62合計 76mm 単装速射砲も発射速度を向上させたスーパーラピット砲に更新された射撃式装置もより包括的なダルド E に更新され これに伴って、下記完成レーダーも MM-SPG-763 機に更新された、他、上記の通り、専用の目標補足レーダーとして、MM-SPS-774 が追加された。なおこの際に撤去された52番砲は、後に、デラペンネ級で再利用された。対戦兵器としては、A244、または、 マーク46のための324立方ミリメートル連装単魚雷発射艦2機が搭載されたほか、船尾にも固定式の533ミリメートル魚雷発射艦4機が設置されており、優先誘導式の A184 長魚雷の運用に対応した。また1980年代末の近代化改修の際に対艦兵器として、 テセオ艦隊艦ミサイルの搭載余地も確保された。航空運用能力もインパビド級が補給、支援能力を有するのみであったのに対し、ヘリコプター艦板と格納庫を設置して固有の艦載機を持つようになって大幅に強化されている。本級は本来2000年までに全艦が退役する計画であったが続くアニモソ級の計画が遅延し、 また本級の後継間計画であったホライズン計画も難航したことから収益期間は延長された。その後、ホライズン計画に基づいて建造されて本級の後継となるアンドレアドーリア級駆逐艦を収益させる目処が立ったことから本級は2006年に退役した。アンドレアドーリア級は2007年より収益を開始している。ありがとうございます。